風に揺られて元気に泳ぐ鯉のぼり。都城市の庄内川の堤防では、子どもたちの健やかな成長と地域の活性化を願って、地元の商工会が毎年この時期に鯉のぼりを掲げています。赤や青など色とりどりの鯉のぼりは地元住民などから譲り受けたもので、高さ10メートルほどの竹竿30本に合わせて150匹が掲げられています。鯉のぼりどうだった？青だった。あの鯉のぼり見てきたんです。面白いかった。庄内川堤防の鯉のぼりは来月13日まで楽しめるということです。